ね、これからの牧野さんにとってどんな、教育を行うことがですね、これから未来の牧野原氏にとってより良いのか、そういったところをですね、研究してきた経緯もございますので、まあ、その考え方についてもご報告させていただきたいと思います。でただ、まあ、これらがですね、非常にこうネガティブな状況ではあるんですけれども、ただそれを乗り越えるためにですね、牧野原氏にとっての目指す教育と教育環境を実現するために、どういう形がいいのかというのを議論していきます。やはり、まあ、根本的にはいいですね、この建築空年数が、まあ、長くなっているということで、まあ、それもですね、様々なリスクというのが、非常に増えているという現状があります。まあ、いろんな、まあ、こんな力がいいんじゃないかっていうのを聞いて、経験が加わると議論したんですけれども、その中で、一番これかね、いうので出てきたのが、この時代を切り開く力というものでした。そういう意味で、こういった新しい形の学校の小中学校の形というものをデザインしていくことも、まあ、可能になっていくと、まあ、それが、これからの牧野原にとって市の子どもたちにとってより良い環境になるのではないか、あとはですね、学校基本構想というところで、2年ぐらいかけて、計画していき、幼稚場所とかしながら、まあ、2030年の開校を目指していくという形になります。将来ですね、牧野原市のための秘書がご用意していただければと思います。私の以上になります。ご清聴ありがとうございました。今日はやっぱり整っている、あるいはせっかくならこの学校に勉強させたいね、ここに来て移住してここで勉強させたいねって思うような、やっぱり今日は箱も必要ですけど、教育の内容も必要だ、非常にね、ここに来ればしっかりとした教育の来るということも重要でしょう。まあ、さまざまな課題もございますけれども、まあ、こういったことも含めてこれから再編教育をまとめていきたいというふうに思ってますので、まあ、ぜひ遠慮なくですね、いろんなご意見を寄せていただければありがたいと思います。